君にも見せたい。どうもこんばんは、俺のモルトです。今日も休み前にベンチていかないか。最近寒さがこたえてウイスキーがしみるな。去年は流行り病のせいで世界全体が灰色のように見えたが、今年から雰囲気が少しずつ良くなってきそうだな。だがみんな、油断は禁物だ。みんなもウイスキーで体温を上げて免疫を落とさないようにしてくれよな。さて今回はリクエストボトルの紹介で、去年に引き続き今回で5本目のリクエストボトルはこれだ。フェイマスグラウス、ライムレモンさん、リクエストありがとう。フェイマスグラウスはスコットランド産のブレンデッドウイスキーで、実はスコットランド国内では売り上げナンバーワンのボトルなんだ。ウイスキーの本場スコットランドの人たちに認められたスコッチウイスキーか。それだけでそそられるな。エンセリオ、マジで。でもあまり見かけないボトルだよな。ドンキやスーパーで売ってるところを見たことがない。そうだな、大和屋とかお酒の専門店ぐらいでしか取り扱いがないんじゃないかな。そう言うと専門店が近くにない人はどうすればいいんだよって声が聞こえてきそうだな。トランキーロ、あっせんね。実はこのフェイマスグラウスの味わいに近いボトルが俺たちの身近に存在するんだ。さてここで問題だ。そのボトルは俺たちが普段スーパーでもよく目にしているボトルだが、それは一体何だろうか。ヒントを出そう。フェイマスグラウスとそのボトル、どちらもブレンデッドスコッチウイスキーだが、ブレンドに使われるモルト原酒が多数被っているんだ。まずフェイマスグラウスの主要モルトはスペイサイドのグレンロセス、マッカラン、タムドゥ、ハイランドのグレンゴイン、アイランズのハイランドパークなど。そしてもう一つのボトルの主要モルトはグレンロセス、マッカラン、タムドゥ、アイラのブナハーブ、ハイランドパークなど。ダダかぶりじゃねえか。このヒントだけで分かった人は相当なウイスキー通だぜ。まだ分からない人のために2つ目のヒントで、そのブレンデッドウイスキーが誕生したのはサントリーの山崎蒸留所の創業年と同じ1923年。ボトルは緑色をしていて、ラベルには船が描かれている。もう分かったよね。そう、これだ。カティサーク。このフェイマスグラウスとカティサークは両方ともスコットランドの大手スピリッツメーカーエドリントングループが所有するブランドで、まさに兄弟のような存在だ。せっかくだから飲み比べてみようか。ボトルを開封するときはいつだってワクワクするもんだ。おお、さすがに2つ同時に開けると注ぐ前なのに部屋が幸せな香りで包まれるな。いただきます。香りはどうだ。言わせてくれ。そっくり。双子の兄弟って感じで。色はどうだ。フェイマスグラウスの方がやや濃いか。カティサークはブラウンというより黄緑色をしているね。味はどうだ。言わせてくれ。そっくり。けど二つともブエレシモ。だが強いて言うなら、フェイマスグラスはグレーン強めだ。この奥行きのなさ、こののっぺりとした甘さは駄菓子のキャラメルを思わせる。こうやって比較してみると新たな発見があるもんだ。フェイマスグラスもカティサークもアルコール度数は同じ40度なのに、カティサークの方がボディが厚めだ。不思議だな。そして2つともクリーミーだな。生クリームのような柔らかさを感じる。値段的にはカティサークの方が安いよね。なのにスコットランドではフェイマスグラスが一番売れている。どういうことなんだ。このフェイマスグラスのスムースさ、確かに万人受けする味わい。基本的な味わいは同じだが、方向性はわずかに違う。フェイマスグラウスと比較してカティサークの方がビターが強い。ゆえにピートやビターが苦手な人はフェイマスグラウスの方が合うだろうな。そうだね。俺個人で言えばフェイマスグラウスの単調な味わいよりはカティサークのちょっと個性的な味わいの方が好みだね。それでもベースとなる味わいはほぼ一緒だ。これは面白い。それでは今日も擬人化テイスティングしていこう。このウイスキーを人間に例えるとどんな人物になるのか、まとめてみた。これでいいか。ウイスキーを擬人化することでウイスキーと俺たちの絆はさらに深くなっていく。簡単ではないが、みんなもどんどんチャレンジしてほしい。さてこのフェイマスグラウス、まず性別は男として、なぜか口にした瞬間に現れるのはキャラメルを思わせるほろ苦さ。まるでプッチンプリンのカラメルソース。このほろ苦さが女性的というよりは男性的な味わいなんだ。そして年齢は18歳。その理由はここ、飲み込んでから余韻が消えるまでボディは弱め、終始グレーンが強く、のっぺりと単調な味わいが続く。それはまるで人生に波が立っていない。言い換えれば人生でま
だ大きな失敗や成功を経験していない真っ白なキャンバス、そういったある種の初々しさを感じる余韻がアンダー20を思わせるんだ。次に見た目、とにかく平凡で目立たない地味な学生としてこの癖がなく主張もない、ただ毎日の学生生活を無難にこなしている印象。こんな終始波が立たないハイライトもない平凡な味わいがこういった見た目を連想させる。続いてキャラクター、最初のキャラメルの後に現れるのはまるで濃厚な生クリームを思わせる甘さと舌触り、この飲み手を包み込むような優しい味わいと、その後何も変化しない無難な余韻は飲み手に安心感こそ与えるが、良くも悪くも面白みがない、そういった何のドラマも起きない平凡な味わいがこういったキャラクターを思わせるんだ。最後にここでこのウイスキーの味わいのイメージを伝えておこう。縦軸はボディの厚み、横軸は余韻の長さを表している。このフェイマスグラス、口にした瞬間にふっとほろ苦いキャラメルが現れる。そのほろ苦さはすぐに溶けて生クリームのケーキを思わせる濃厚で優しい甘さへと変化する。余韻は短く、グレーン強めののっぺりと単調な味わいが続く。さまざまなモルト原子が使われているが、終始グレーンの味わいが前面に出ていて、まるでグレーンウイスキーを思わせる味わいだった。ひょっとしたらわざと主張しない味わいを目指してブレンドしているのかもしれないな。それでは今日の総評だ。このフェイマスグラス、まあ主張のない平凡な味わいで酷評のように聞こえたかもしれないが、決してそうではないんだ。個性がないってことは逆にそれが個性とも言える。数ある主張の強いウイスキーに疲れた人たちがたまにはこういった平凡な味わいに舌を休めたくなる。落ち着ける場所を無意識に求めてしまうのは人間の性なんだよ。最初に言った通り、フェイマスグラウスはお酒の専門店ぐらいでしか売っていない。どうしても入手できない人はこのカティサークを試してくれ。平凡なフェイマスグラウスと比較するとカティサークはややビターで、青リンゴのようなモルトの主張も感じるが、生クリームのようなスムースな余韻や味わいのベースは非常に似ている。可能なら2本とも買って飲み比べするのも面白い。きっと新たな発見があるはずだ。さて来週はみんなに重大な報告がある。俺のモルトとして避けては通れないチャレンジだ。みんなもきっとワクワクしてくれることだろう。楽しみにしていてくれ。それでは今日はこの辺で。ブエナスノチェス。